マサドール札幌の25番藤田誠也です。そうですね、休みは、まあ、友達と遊んだりで大通りとか行ってブラブラしたり買い物したりって感じです。やっぱり去年と違ってスタメンで多く出れてるっていうのが今自信にはつながってきていて、去年も言われてたんですけど、それよりさらに今年は守備の意識が強くなって、まあ、守備で貢献しようっていう気持ちが強くなったと思います。まずはチームでずっとこれからもスタメンとして出続けて、それでチームで、まあ、それチームに貢献できる選手になるっていうのが今年の目標です。そうですね、最近ホームでたくさんのお客さんが来てくれているので、やっぱり自分たちも心強くて、それでやっぱ結果につながっていると思うんで、これからもホームでの試合ではどんどん試合スタジアムに見に来て、また応援よろしくお願いします。稲葉さん、はい、レール&ホテルパックでお願いします。レール&ホテルパック。現にレール感が足りないです。レール&ホテルパック。もっとこう足を上げて、はあ、レール&ホテルパック。 JR 北海道。稲葉さん、はい、レール&ホテルパックでお願いします。レール&ホテルパック。現にレール感が足りないです。レール&ホテルパック。もっとこう足を上げて、はあ、レール&ホテルパック。 JR 北海道。僕たちの夢は一つ、頑張って俺、明日の君はどこ。これからも We are 札幌。